秀俊と星出勘九郎稲葉雅人平成極郎コンビがノンタイトルマッチながら対戦いたします。稲葉雅人は2日前の後楽園ホール大会で PKW にてデスマッチヘビー強化に挑戦したばかり。残念ながら王座奪取はなりませんでした。さあ12月30日の後楽園ホール大会で腰に巻いております BGW にてタッグオーダー、このベルトを奪取いたしました上谷秀吉、そして浜亮太のコンビ。第40回 BGW にてタッグチャンピオンチーム180cm106kg 上谷秀吉、プロ入りして初のベルトを奪取しました上谷秀吉、今年に入り名前を漢字に戻しました。さあそしてレッスルワンから参戦し BGW のタッグのベルトを奪取しました浜亮太、もちろんその腰にベルトは負けません。ノンタイトルながら楽しみなタッグマッチでございます。タッグ屋の平成極道コンビと現在のタッグ王者の浜上谷組。まあ、平成極道コンビとしては BGW にてタッグのベルトを取るのを先を越された形となってしまいました。年末最後の後楽園ホール大会でチャンピオンになりました、タッグチャンピオンになったこの浜亮太、返す刀で岡林雄二が保持します BJW 認定世界ストロングヘビー競技の挑戦を表明し、これが受託され1月24日の後楽園ホール大会でベルトをかけて対戦することが決まっております。レッスルワンから乗り込んできた浜亮太がシングルとタッグの2冠王になるか非常に注目された一戦が1月24日組まれております。さあ正面からタックに来たタックルいた星野勘九郎を吹っ飛ばしてしまいました浜亮太。ビクともいたしません。力士出身の浜に正面からぶちかましていく星野勘九郎、倒れないと見ればガットショット、さあ投げるぞと宣言、ボディースラムを狙う。さあ225キロ交渉の浜亮太ですが、当然この日は1月4日年末年始から吹き切ってるはずです。230あるいは235いってるでしょうか。年越しそばもおせち料理もそして普段通りラーメンも何もかもを食らい尽くしたと予測されますこの浜亮太、まあ、見たとこ232、3キロありそうですね、少なくともね。そうなるとボディースラム仕掛けるのも一苦労でございます。さあ変わりました、稲葉と上谷です。伊藤隆二が保持します BGW にてデスマッチヘビー強座に挑戦しましたがダッシュならずと、それだけでなく伊藤隆二から厳しい言葉を浴びせられてしまいました稲葉、出直しです。しかし第2本に続けているファンはいつの日かこの稲葉がデスマッチ ABQ のベルトを巻くことを期待していることでしょう。タイトルに関しては若い上谷の方が先にベルトを巻いた形でございます。さあカタカナ秀吉から漢字の、AK ですね、英語の A に KO の K 秀吉と、元に戻しました上谷です。まあ、名
字が漢字で名前がカタカナだったわけですけど、そこから変えるとしたら僕は上谷の方をカタカナにするかと思ったら、秀吉の方を漢字にしましたね、上谷秀吉とカタカナで書くのが岡田和志かっぽいですけども、漢字の方がなんか、ね、重みが出ますからね、確かにね、まあ、チャンピオンになったということで、気分も新たにということでしょうか。その上谷の左腕アームブリーカーに切って取ります。そしてハマにぶつかっていく。しかしハマはびくともしません。この表情です。もう1ミリも本当に動かなかったですね。レスラーどんなレスラーでもレスラーに押されれば1ミリは動くもんですが、ハマ亮太1ミリとて動きませんでした。さあ稲葉のチョップなどをかほども効かないのか。浜亮太怖い顔、なんか不機嫌な顔してその稲葉を見ておりましたが、仕方がないのでこちらを攻めるしかございません。さあコーナーに顔面を打ちつけられそうになりましたが、右足を突っ張らしてこれをディフェンス、そしてタックルで倒す。キャンバスに根が張ったかのように動かない浜亮太に対し、上谷秀吉は全身をぶつけていって相手を倒しました。そして浜にタッチ。さあこの大日本のリングで浜亮太本当にね、我が物顔で申し歩いております。レッスル1でも、レッスル1チャンピオンシップというシングルのベルトがあるんですが、2015年は2回チャレンジいたしました。鈴木秀樹、そして曽山田の2人、まあ、いずれも大日本に参戦経験があるレスラーですが、その2人がレッスル1チャンピオンシップのベルトを持っている時にチャレンジいたしました。いずれもタイトル奪取なりませんでした。つまりこの浜亮太レッスル1ではまだシングルのベルトを巻いておりません。大日本でシングルのベルトを巻いてそれをレッスル1に持ち帰るつもりなのか。あー、おせちとお雑煮と年越しそばで体重が増えてる。その体重が、あー、シャッターチャンス、確かにシャッターチャンス。こういう風景はなかなか撮れません。おせちと餅と年越しそばを食べたのは浜亮太なんですが、その3つが出るのはどっちかといったら踏み潰されてる稲葉の方でしょう。さあ浜の全体重を浴びせた踏み潰しから後を受けた上谷がダイビングエルボードロック、またしてもドテッパラ。カウント2、稲葉が左肩上げる。そして星野勘九郎にエルボー。ボストンクラブです。これは厳しい。さあこの上谷秀吉、非常に一つ一つの技基本に忠実でございます。得意技バックドロップ、そしてこのような逆エビ固めといった昔からある技をしっかりと使っております。さあここで星野が入ってきた。額のパンチ、しかし、おーと崩れた。ようやく崩すことに成功。そして、パートナーの稲葉にしっかりしろとストンピングだ。さあ、マサという大日本ファンからの声援が飛んでいる。さあ、それが耳に届いたか、反撃です。エクスプロイダーで後ろに投げました。そして星野にタッチ。上谷と叫びながらのスピアです。あ、巨漢退治のセオリー、下半身を攻めます。これは頭を使った星野勘九郎、頭を使ったクロースを見せております。星野勘九郎です。さあ出足を止めてコーナー2段目登ってミサイルキック。コーナー2段目よりも高い位置からヒットいたしました。ミサイルキックです。カウント2。
さあ、稲葉にはマサの声、そして星野タンクローには兄貴の声が飛んでおります。新木場ファーストリング。姿勢を上げて、ラリアット。カウント2、自力で返します。しかしすぐさま、関節技が来るクロスフェース。さあ、クロスフェース。ロープは遠い。なかなか浜亮太がカットに入るには時間がかかります。あの体ですので、トップロープとセカンドロープの間をくぐり抜けるのだけでも時間がかかります。ということは、上谷、自力でこれを跳ねなければいけません。右足をロープに、エスケープに成功。ご覧ください、浜亮太全く動いておりません。まあ、なかなかそのカットに入る時間がかかるというハンデを追ってでもこの浜上谷組 BGW に入れてタックのブレットダッシュいたしました。ブレンバスターを狙う、ブレンバスター引っこ抜く、持っていった。そして浜にタッチ、入ってきた。年末年始で増量に成功。四股踏む。突進。わー、キャンバスが3センチ動く。さあ、浜タイムを宣告いたしました。うわー、正月早々、世界最大級の鏡餅が飛んできた。そのまま覆いかぶさるカウント2、左肩上げるだけでも大変。さあ、首をかっきるポーズから大きなプレス行く、大きなプレス倒される。今本当にキャンバスが揺れましたね。海の波のように今キャンバスが。なんとかかわすことに成功。星野勘九郎からタッチを受けた稲葉、マサが飛ぶ。おっと、ヒップアタック、ミサイルヒップをヒットさせます。目には目を、尻には尻をということでしょうか。ザ分断に成功、ウッドスタンプビヨーンと跳ねました。さらにハマーと叫んで勘九郎が先頭。これもまたボヨヨーン。いやー、効果音を入れなくても効果音が伝わってくるようなシーンが2度続きました。さあ、平成国道コンビが奏でるブヨンロックンロールからダブルのブレンバスター。2人がかりでやったとしても、推定230キロ、1人当たり120キロぐらいです。120キロを1人で担ぐのと同じなんですけども、いけない。両腕吠える浜亮太。なかなかこの体を持ち上げるのは、浜亮太の両足をキャンバスから離すのは至難の技です。エルボー来るぞ、エルボー来るぞ、まずエルボーが来た。ロック張り、なんとかカットに入るときも下半身攻めですね、今ね。あー、しかし分断されしまった。まずい。まさかぺしゃんこになってしまう。うわー、大きなプレス。またしてもキャンパスが弾んでスリーカウント。これ別に引きのカメラを意図的に上下してるわけじゃないですからね、皆さんね。本当にキャンパスが上下してるんですからね、これはね。プロレスのキャンパスってあんなに上下しますっけ。いやー、これは変えてませんわ。おー、筋肉を誇示しております。圧勝を遂げました。